イスラエルの戦時内閣は15日、イスラエルに対して大規模攻撃を行ったイランへの対抗措置について協議し、明確かつ強力な反撃に出ることを決定しました。イランはシリアにあるイラン大使館が空爆されたことに対する報復として、イスラエルへミサイルや無人機を使った初めての直接攻撃を行いました。これに対し、イスラエルメディアによりますと、 イスラエルの戦時内閣は強力な反撃に出ることを決定したとのことですただ反撃の方法や時期については最終決定に至っていないとみられ16日も協議を続けますまたイスラエルのガラント国防省は14日アメリカのオースティン国防長官と電話会談をしイランに対して反撃せざるを得ないと伝えましたアメリカ政府は 反撃を支持しない意向を見せていますこうした中、アメリカ全土で反イスラエルのデモが広がっていますカリフォルニア州サンフランシスコにあるゴールデンゲートブリッジが15日抗議デモにより一時封鎖されましたイリノイ州やワシントン州でもデモが行われパレスチナ自治区ガザへの連帯を示す動きが各地で広がっています